はい、どうも皆さんこんにちは、ソルトです。ドラゴンクエストビルダーズ前回の続きからやっていきたいと思います。前回このエッチなライト作ってみたんでね、どっか設置したいんですよね。ただまだねセットすべき場所が特にないんですよ。なんで上にね部屋作っておこうかな、作ろうかな。でも今回クエストやるって言ったんでね、クエストやっていって次回までに上の部屋をねいくつか作っておきましょうかね。じゃあとりあえずあれですね、クエスト、誰か人いないか、クエストの人、これもクエストできるのかな。話す、どうじゃソルトよ、3件のうち1人は、あ、そっか、そうだよ、行かないといけないんだよな。いいえ、あ、いる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 、ちょっと消すなや。はい、いりますいります。でこれだ、目的地に行こうっていうところで爆弾を作ったんだよ。そうそう、で爆弾を作って行かないといけなかった。そう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 、まあ、この爆弾作ることで多分いろいろなね鉱石も新しいのが取れるようになりますので、まあそれも期待してね行きましょう。意外とね迷子になるんだよねこれね。よし、じゃあマップに向けて行きます。よし、ほら当たっちゃった。敵が意外と多いな。あ、ここだ。よし、でここでね爆弾をね設置しちゃいましょう。よし、逃げろ。来たよ、グナーズ。助かったぞ、ごほごほ。おお、あそこだ、あそこを見ろ。どこだよ。ああ、すげえ爆発だったな。あんなところにも人間がいやがった。ひょっとするとこいつが噂のビルダーというやつなのでは。だとするとこいつを倒せばお手柄だ。先生やっちまってください。何の話だ。先生ハテナを倒す。キングスライムだ、キングスライム。初めてのオリハクロンゲッチュ。うおっす。これさ、これでいいんじゃないの、これドカーン。よし、弱っ。あ、いた。あ、これいいね、チャンス。ちょ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 ま、当たった。よし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 、これでいい。よし、うわお。よし、先生をやっつけた。弱っ。先生超弱えし、アイテム落とさねえし。ちょっと爆弾無駄遣いしちゃったかな、もしかして。ちょっと話しかけてみましょうね。これロロンドか、ジジイか、いかつい顔してんな。おお、すまなかったな若者よ、おかげで助か。ぬおー、ソルト、ソルトではないか。久しぶりだなソルト、我が輩は嬉しいぞ本当に。む、なんだと。ルビスによれば我が輩は三賢者の一人らしいだと。うむ、我が輩もそこまで高名になったが、素晴らしい、素晴らしすぎるぞ。実はな、精霊ルビスからお告げを聞き、竜王討伐の準備を進めるお主を助けるために遥かラタトームに向かっていたのだが、途中で大切なものを魔物に奪われてしまってな。さあ、あのスライムから我が輩のイニシエのメダルを取り返してくれ。あ？あ？メダル？ちょい、イニシエのメダルはあそこにおる、これぐらい、あそこにおる、何これ、コニクライ、あ、コニクらしいか、コニクらしいスライムが持っておるはずだ。さあ、ソルト、一刻も早く取り返してくれと。よし、行きましょう。これマップで見るとどんな感じ。あー、回っていかないといけないのがちょっとめんどくさいな。よし、ああー、もう嘘、不思議な力で行くしかないのか。
ついでにね、マップで見て、どっかさ、オリハルコンとか大量にあった土地あったよね。まあ、とりあえずクエストクリアしに行きましょうか。ついでに爆破もこれも、よし、おろ。ああ。爆弾や一発だからね。かかっちゃった。あ、椅子。あ、椅子じゃねえこれ。あ、危ねえ。邪魔だよお前ら。よし。まあ、とりあえずここにはスライムが大量にいるだろうね。多分敵がスライムなんだろうね。今キングスライムが攻めてきたぐらいだから。さあ行きましょう。あ、ここって開かなかったところだよね確か。開くのかな今。世界の半分来たねやっぱりね。ここ使う。いや違う違う、使うって何を使うのこれ。これなんだろうねこれ。いてえ。どう使うんだ、何を使うんだよ。うん、何を使うのこれ。いや違う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 、なんだろうねこれ。これ何のマークだ、何を使えばいいのかが分かんない。なんかやっぱりアイテム落としたのかな、さっきのスライムが。なんだろう。あ、いた。ちょっと装備をちょっと確認してみましょうか。何、あ、こいつ雨雲の杖のマークではなかったよな。なんだろうな、ほんとわかんねえな。ちょっといらないもの預けて、あー、それっぽいものが特にないんだよな。なんだろう、ちょっともう一回話しかけてみましょうか。今トゲをさりげなく落としたな。あ、なんか話ができる。話す。ヒー、すいません、すいませんでした。だから絞るのはやめてください。僕の青い油は臭くてまずいですよ。これはお返しします。だから僕を知らん、絞らないでと。イニシエのメダルを手に入れた。マジか。あ、あ、やっぱ倒したんだ。あ、もう倒した後ね。はい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 。あ、あ、あそこ関係ねえじゃん。うむ、よくぞ魔物の手からイニシエのメダルを取り返してくれたな。ロロンド、精霊ルビスからのお告げによればそのメダルは竜を保つために必要だ。虹の雫という道具を作る鍵となるものなのだそうだ。イニシエのメダルはお主のものだ。時が来るまで大切に取っておくのだぞ。さあひとまずお主の町まで行こう。あと一つ伝えねばならぬことがあるのだ。我が輩もしばらくの間お主のラダトームに住まわせてもらうとするぞ。むむ、なんだその苦虫を舌の上ですりつぶしたような顔は。情けない情けないぞ。お主は我が輩と住みたくないと申すか。ん、何、冗談だと。こいつめこいつめ、ソルトめソルトめ。さあソルト、一度ラダトームへ向かおうぞ。はい、果たして本当に冗談だったかどうかね。さあ爆弾岩を殺すぞ。え、あれ、ここで乗れない。おい、なぜだ。あ、今はかっていうことはこれあれか、仲間がいると車乗れないんだろうね多分。あれどこだっけ、どっかあったんだよ宝物というかね、いっぱい鉱石がある場所が。ちょっとマップで見ようか。あそこだ。あれ、あっちにも洞窟あるの、右にも洞窟がある。どっちだ、なんかこっちだった気もするんだよね。
もう全然覚えてないけど、とりあえず行ってみましょう。もう早速オリハルコンは目の前にあると。こっちも少しだけあるね。あ、ここあれだわ。あ？いや、なんか違うな。なんでこれ明かりがあるんだ？壁壊したらなんか出てきたりとかあるのかな。いて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 、おい、なんだ今、なんかいっぱい来たぞ。あ、こっちだ。よいしょ。おい、こっち来る、こっち来い、こっち来い、死ぬぞ。よし、大量ブルーメタルを手に入れた。オリハルコンもここにあるし、こことここ、よし、ご逃げるぞ。もう大量だね。もうちょいオリハルコン取っとく。はい、よし、こっちだ、こっち来い。よし、オリハルコンはこれで十分だね。よし、こんだけもうアイテムが揃ってきたらもう十分だな。ちょっとアイテム整理ね。オリハルコン36、だいぶあるな。もうあれ、こっちじゃない。あれ、あ、こっちか。で、アイテムであれはないんだよな。あの、なんだっけ、名前ごめんなさい、キメラの翼、あれがまだね手に入ってないんだよ。まあ、ひとまず一旦帰りましょう。方向が分かんねえな。あっちかな。ちょっとサソリ来ないでくれ、怖いから。マップ確認、方向が分かんない。うん、こっちな気がするな。合っててくれよ、めんどくさいから。また前回みたいにね、迷子になったらすごい嫌だからね。ガチ迷子だったからな前回。マップ確認しよう。どうだ、合ってる。なんか合ってる感じはするんだよな。あ、なんか塔がある。またあれ、屋上に宝物がある感じじゃないかな。見えないな、ちょっともうちょっと進んだら見えるかな。よし、確認、あるか。情けだねこれはね。まあとりあえずじゃあちょっと帰りたいんだが、旅の扉ないな、こっちじゃないぞ。また迷子になってる。あ、あれだ、あれあれ、うえ、いって。ん、これで合ってる、合ってる合ってる。ん、ジジイ来てる。これ攻撃できないんだよこれ。あ、できた。ちょっと上がれね上がれね。痛い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 、やばい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 。あ、あ、そっちやったらいいよ。あー、怖い怖い、何も落とさねえし、しかも。よし、じゃあ帰ります。はい、帰ってきましたね。クエストでジジイはジジイを呼ぶということが分かったが、ジジイはどこいる。お、話す。おお、ソルト、三賢者の一人を連れてきてくれたのかな。ふむ、あれが賢者か。賢者という割にはそこが
浅そうだな。偉そうにヒゲなど生やしおってからに。お前も偉そうに十分ヒゲ生やしてるよ。しかしメルキドの力はるばるこんな遠い地までたどり着けるとは、そなたのビルダーとしての力でメルキドの復興が進んだ証拠であろうな。メルキドか。メルキドにはかつて伝説の鎧である光の鎧があったというが、そうか、伝説の鎧のことをそなたに伝えるのもあの男の役割ということじゃな。さてソルト、以前そなたに伝えた竜王の住む島へと渡る虹の雫の原料の在りかについてじゃが、どうやらこのラダトームの闇の奥で何者かが隠し持っておるらしいのじゃ。おそらくじゃが、その虹の雫の原料を持つ者こそがそなたがビルダーとして最後に戦う相手になるのであろう。しかし詳しいことはまだ分からぬ。分かり次第改めてそなたに伝えよう。そなたの役割ももうすぐ終わる。もう少しだ、もう少しだけ頑張るのじゃぞ。はい、キメラの翼5個。はい、作らなくてよくなりましたね。これは嬉しいぞ。じゃあジジイ話しかけてみましょうか。おお、これがラダトームの町か。メルキドログに書かれた伝説の城下町がここに。今のメルキドの発展ぶりに比べればまだまだではあるが、さすがだぞソルト。まったくお主はすごいやつだ。このままの勢いで竜王も倒すのであろう。わはは、愚問であったか。竜王を倒せるのはお主以外にはあるまいからな。そんなお主のためにもう一つ、メルキドに伝わる伝説の鎧について教えようと思っておるのだが、姫にも挨拶をせねばならぬ。もうしばらく待っておれ。おっと、そうであった。メルキドのロシから集まり物があったのだ。この地は魔物の攻撃も激しかろう。これを使いラダトームの町を守るのだ。トゲ罠を30個手に入れた。これは嬉しいね。火を吹くぞ2個。 OK、 これじゃあ早速つけましょうかって言いながら、結構頑丈なんだよねこの町。未だにね、壁を壊されたことは未だかつてないんだよ。なんでね、まあこういう感じにつけちゃう。おお、いいねいいね。いや違う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 、痛いな。やばいぞ、強いぞ。いや当たるんだ。やべやべ、死ぬ死ぬ死ぬ。自分の町で死ぬ。いて、当たるんだここで。もうやめてよ。よし、こっち側は完全に何も作ってないからね今。この辺でね、上がろうとするやつにダメージを与えるっていうのもいいかもしれないね。まあ上がろうとするやつが今のところいないんだよね。でもね、まあこんぐらいでいいかな。じゃあとりあえず帰りましょう。怖え怖え。よし、じゃあクエストをねとりあえずやれる人がいるかな。あー、その前にちょっといい時間なんで一旦今回はここで終了したいと思います。今回はね、キングスライムとの戦いがメインにはなりましたですね。また次回も、ドラゴンクエストビルダーズの実況の方ご視聴ください。ソルトでした。